皆さん、こんにちは、こんばんは。聞こえますか？ASMR、マダムコフィチュア、今日も始めていこうと思います。はい、今日はね、タスカムを使ってお話ししていこうと思います。なんですけど、私品番を間違えちゃって07番を買いたかったのに05番の方を買っちゃったんですね。で、07番の方だと ASMR 向きでこう耳かきの音とか取れるみたいなんですけど、これね、05番でなんか楽器とかの演奏とかそういうのに向いてるみたいです。今度07番の購入も考えてるので、それが購入できたらもっと楽しい ASMR 撮っていこうと思います。はい、今日どうしようかなと思って、フランス語のちょっとお話をできたらいいかなと思ってます。私ね、あれなんですよ、そんなにできないんですよ。検定も受からなくてですね。で、レベル的にはフランス語はね、フランス語検定、実用検定の2級を持ってます。2級と、あとデルフ・ダルフって皆さん知ってますか？そのフランスの政府がやってる試験があって、日本でも受けられるんですけど、それの米安の方を持ってます。そう、米安持ってるとね、フランスに住む時に証明書として出せるみたいなので、いつかね、フランスに住んでみたいなってちょっと思ってます。はい、で、マダムコンフィチュアっていう意味なんですけど、ジャムおばさんなんです、私。で、おばさんっていう意味でマダムをつけていて、で、コフィチュアがジャムっていう意味です。コフィチュア、タブリコ、アンズジャムとか、コンフィチュアドフレーズとか、イチゴジャムとかね、そんな感じで、コフィチュアとホンジュマーマレードかわかんないけど、そんな感じでジャム、コフィチュアってジャムっていう意味なんですけど、それでマダムコフィチュアでジャムおばさんです。意味がね、わかんないなと思った方も多いと思うんですけど、私はアルファベットの名前はマダムコフィチュアでやっていこうかなと思っています。はいね、なんか挨拶とかやりましょうか。一番定番なボンジュールってね、ボンジュールって皆さん知ってると思うんですけど、ボンジュールはですね、正しい発音かわかんないけど、ボンジュールって言います。ボンジュールっていう感じで、なんかフランス語って喉鳴らすんですよ。これがね、すごい難しいと思うんだけど、ボンジュールって言ってみんな挨拶をします。結構難しいですよね。猫ちゃんがホンホンヌって、なんかここの喉を鳴らすことホンホンヌって言うんですけど、骨とかで、ね、ここのね、
ですね、あの特産物とか面白いことがフランスの中って観光地ばっかりなのに、本当に特産物何にもない県が一個あって、ノール県、ノールっていうところがあるんですけど、でね、ノール県は何もなくて、あまりにも何もないから映画になっちゃったんですよ。ほら、あの日本だと飛んで埼玉があるじゃないですか、埼玉ってダサいからっていう映画があると思うんですけど、あ、音入っちゃうかな。ね、そう、私埼玉出身なんですけど、そうで行った先もあんまりにも何もないから映画化されちゃって、その映画が大ヒットしちゃったっていう場所に留学しました。その映画もね、ちゃんと見てないんだけど。で、なんか特産物というよりか、なんか田舎なので天才畑って言って、天才って皆さんわかりますか、お砂糖の原料になるものなんですけど、もうベタハブっていう野菜があって、ベタハブの畑がずっと続いてるんです。で、ベタハブの畑の中に道があって、そこで車でまっすぐ行く感じの風景がずっとあって、ただ唯一一個だけ、あのカンブレっていう場所、コンブレっていう場所があるんですけど、ベティツとコンブレっていう飴があって、飴工場が近くにありました。飴工場と砂糖工場がポツンってあるんですよ。だからそういうね、本当に田舎に、なんかそう、あの集落があって、そこに1年間いて、なんかあんまりこうパリに留学とかすると、こうパリってなんて言うんだろう、おしゃれな街ですごい感化されて帰ってくる人とか多いと思うんですけど、私の場合はただ田舎にいたっていう感じなので、ただあれなんですよ、